虫歯じゃないのに歯が痛い原因と自分でできる対策ケア。こんにちは、The Change of Life チェプラ更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。この番組では40代からがよりご機嫌に快適に過ごせるようなヒントやアイデア発信しています。さあ、先日このようなご相談をいただきました。歯が痛いけれど歯医者さんで見てもらっても虫歯ではないと言われました。虫歯以外に痛くなることなどあるのでしょうか。また対策があれば教えていただきたいです。51歳の女性の方からです。どうもありがとうございます。歯の痛みやっぱり辛いですし、またこう何かを噛んだりとか口を動かすっていうのは毎日のことですから、痛みが続けばすごくストレスになりますよね。痛みの原因というのはすごく様々あるんですけれども、今回はですね、皮脂原性歯痛って言って歯に問題があるわけじゃないのに痛む、例えば虫歯とか、また歯周病とかじゃないのに痛みを感じてしまう、その原因と、それから自分でできる対策ケア方法というのをご紹介していきます。今回の動画の内容です。皮脂原性歯痛とは、歯の痛みを錯覚してしまう原因について、対策ケアのストレッチ方法、それからマッサージ方法をですね、ご紹介していきます。では、順番に見ていきましょう。まずは、皮脂原性歯痛とは、はい、皮脂原性歯痛って歯そのものに原因がないのに、だけど痛みを感じてしまうという症状のことです。で、歯の他には、例えば口の中とかね、顎とかこう顔ですね、頭部に痛みを感じるなんていうようなこともあります。歯が原因じゃないので、例えばこう歯医者さんでね、行っても、こう虫歯とか歯周病とかの異常は見つからなかったとか、また歯を治療したとしても症状が良くならないというようなことがあります。では、そんなこう歯の痛み、どうして錯覚するの?ということについて見ていきましょう。歯が痛いというふうに錯覚してしまう理由って、すっごいたくさんあるんですけれども、今回はですね、3つその中からピックアップしてご紹介をしていきます。で、1つ目は筋肉のストレスですね。で、顔とか首の筋肉にこの疲れが溜まってしまうと、歯とか顎の痛みとして現れてしまうということがあります。で、また、関連痛ってね、よく言われるんですけれども、脳が勘違いをしてしまって、こう実際に痛みを感じてるこう部分とは違う部分に、例えば歯とか顎とかですね、にこう違和感を感じてしまう、脳の勘違いということもあります。二つ目は、心のストレスです。ストレスを感じると、こう無意識に歯ぎしりをしたり、奥歯をぐーっとね、こう噛み締めてしまったりということがありませんか?で、これらがこう痛みの原因につながってしまうということもあります。また、痛覚変調性疼痛というふうにね、言うんですけれども、体の痛みを感じる仕組み自体に異常が起こってしまって、異変が起こって、痛むっていうようなこともあります。3つ目は、更年期です。女性ホルモン、まあ、男性ホルモンもそうですね、性ホルモンが低下すると、私たちは自律神経が乱れやすくなってしまいます。で、自律神経ってね、すごく体のいろんな機能を調整してくれているんですけれども、これが乱れると、頭痛とか、神経痛とか、筋肉の痛みとかも含めた、様々な不快な症状が出てきてしまうということがあります。で、それが歯とか、例えば頭部ですね、に出てきてしまうということもあります。では、どういうふうに対策していくというので、今回は自分で簡単にできる、そんな対策ケア方法を3つご紹介していきます。顎周りの筋肉とかね、こう顔の筋肉を緩めてあげること、また血流を良くしてあげるっていうことが、この歯の痛みの錯覚ですね、にとってもおすすめなので、ぜひ試してみてください。まず一つ目は肩回しのエクササイズです。両方の手を肩の上に乗せてください。で、そして
肘で大きな円を描くようにして肘を前回しに回していきます。あの背中の上の方の骨ですね、肩甲骨周りの筋肉をしっかり動かして、あの肩甲骨周りがゴリゴリという音を立てるぐらい大きく回していってください。はい、 OK です。じゃあ今度反対側にも大きく回していきましょう。後ろ遠くを通るように肘で大きな円を描いていきます。しっかりとですね、あの胸の前側の筋肉までねストレッチされるようなつもりで、この肘が後ろ遠くを通るようにしていきましょう。はい、OK です。じゃあそしたらですね、最後の仕上げです。一度両方の手を前に伸ばしていただいて、その手をクロスして、で手のひら同士を向かい合わせて合わせます。で肩痛い方は無理をしないでください。できる方はですね、そのまま両方の手を頭上方向に伸ばし、さらにできる方は頭をくぐらせていただいて、こんな感じですね、後頭部で二の腕をグッと押していただいて、このまま10秒間キープします。いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、 OK です。ではゆっくりとほどいてください。いかがでしょうか。流れたというようなね、感覚があるのではないでしょうか。意外とですね、この首周りとか肩周りの筋肉をほぐしてあげる、血流のいい状態を保ってあげるということで、あの歯の痛みの錯覚ですね、の改善につながることがあるので、ぜひね、試してみてください。ではですね、二つ目のケア方法です。二つ目は、側頭筋のマッサージ。はい、側頭筋ってどこっていうと、この頭のこの、横の部分ですね、頭の横の部分、この部分をほぐしてあげるということで、あのすごくスッキリしますのでね、ぜひ試していきましょう。まずはですね、両方の手で頭を挟みます。グッとね、挟みます。でそして頭を挟んで少し圧をかけるようにしながら、後ろにですね回していきます。10回ぐらい回していきましょう。いきましょう、10回ですよ。いきます。1回、2回、3回、4回とね、あの頭に圧をかけながら回していきます。あと2回ですかね。9回10回。はい、 OK です。ではですね、ゆっくりその手ほどいてください。はい、これだけでもなんか頭がすごいスッキリして、血流が良くなってっていうような感覚があると思います。では続いて3つ目のですね、ケア方法をご紹介していきましょう。3つ目のケア方法は、顔の筋肉のマッサージ。胸筋って言われるんですけれども、胸筋、このほっぺですね、ほっぺの筋肉、胸筋のマッサージです。でマッサージ方法をどうやってねやっていくかというと、この手の手根部分っていうんですか、手のひらの3分の1ぐらいのこの下の部分ですね、をこのほっぺの骨にぐっとね、あの引っ掛けるようにしていただいて、で軽くね圧をかけながら後ろ回しにゆっくり回していきます。ゆっくり5回ぐらいね、回していきましょう。いきましょう。せーの。1回、2回、3回、4回、5回。はい、OK です。あの、ここの筋肉をね、ほぐすようにマッサージをしてあげてください。はい、これ両方の今のマッサージですね。ここのマッサージ、側頭筋のマッサージも、胸筋のマッサージも、歯の痛みの勘違い、錯覚を改善するよっていうことだけじゃなくって、小顔効果であったりとか、こう可愛いのね、血流が良くなりますので、顔の小顔効果、まあ、むくみの解消とか、あと、ほうれい線の予防効果とか、顔の美容にもね、とってもいい体操ですので、いい、マッサージですのでね、ぜひ試してみてください。
はい。またですね、ケアをしても良くならないっていう場合あると思います。もしかしたらね、他の病気が隠れてるという可能性もあるかもしれませんので、我慢してやり過ごすのではなくて、医療機関を受診するということもとっても大切な選択肢です。というので、今回は虫歯じゃないのに歯が痛いその原因と自分でできる対策ケア方法をご紹介していきました。ぜひ試してみてください。体の不調をこう仕方ないものとね諦めるのではなくて、積極的にケアして更年期を心と体と向き合っていく、より元気に過ごしていくための土台を作っていく、そんな期間にしていきましょう。というので今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。